はい、どうもアルキオット、エイブです。今回はね、ロジクール様の最新ゲーミングマイク、ロジクール GETGX をね、使っていつも通りね、ドッキリをしていきたいと思います。ドッキリの内容なんですけど、いつね、マイクが変わったのか、いつ気づくか、チョコラブさんにね、仕掛けていきたいと思います。イエーイ。まずね、今回使うマイクのロジクール G から初めてね、発売されたゲーミングマイクの EATGX についてね、紹介していきたいと思います。こちらですね。はい、まあ、超簡単に特徴説明すると、まあ、このマイクはね、自分の声以外のノイズがね、もうめちゃめちゃ入りにくいらしい。ボイチャの音がクリアに聞こえやすかったり、机をどんどんしてもね、ノイズが、振動の、音がね、入らないらしいです。それは、なんでかっていうと、まあ、ゲーミングマイクにはね、あまりないダイナミック型のマイクだから、なんか入らないそうです。すごいね、普通に。振動が入んないっていうのは、マジで。すごいね。ありがたいよ、これ。だって、俺結構キーマウでさ、やっぱフォートナイトやってるんだけど、やっぱフォートナイトって激しいんだよね、キーボードの操作と。確かに。このマウスのね、やっぱね、振動って入っちゃう。やっぱりマイクに。重低音のボー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 みたいのが、やっぱ入っちゃって、めちゃめちゃ気になってるんだけど、これをね、使うとそれが入らないらしいんで、ちょっと俺はね、本当にこれ助かる。本当にこの機能。そうだね、ノイズなんてなければないほどいいからね、マイク。本当にクリアに聞こえるだけで違うから、マイクの性能。うん、まあ、というわけでね、早速このね、ドッキリを、チョコラブさんにね、仕掛けていって、本当にこのマイクの性能がいいのか確かめていきたいと思います。ということで、ね、早速やっていきましょう。レッツゴー。はい、というわけでね、早速チョコラブさんにね、仕掛けていきたいと思います。いや、さすがにすぐ気づきそうな気がする。いや、さすがにね、違うよ。全然違うと思う。全然違うからね。じゃあ、早速ね、やっていきましょう。レッツゴー。ないない、いきなり招待してきて。いやいやいや。はい。フォートナイトしてなさすぎだから。もうそろ新シーズンだからね。300×2 よ。まあ、いや、まあ、そこは多めに見てほしい。まあ、そういうことでね、はい、まあ、普通にフォートナイトやりましょうと。ま、はい、あ、なるほどね。はい、わかりました。初動なんてどこでも勝てんだから。さすが。さすが300レベルは違うな。どう思う ?395 レベル。もうさすがっす。さすがだよね。俺についてこい。300、300、おー、なんか調子乗ってる。300レベルが。俺についてこいよ。なんか高いな、あいつな。高いっすね。高いっすね、先輩。うん。あいつは高えよ。はい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 、ゼロ点。さすが先輩。はい、まあワンで、まずワンで、ワンで、あの、まだ飛んでますよ。こっちもいますよ、先輩。え、これ2杯いんの？わかんない。俺んとこ1人倒したけど。ナイス。ゼロ。あ、オンミーです。オッケー。あ、オンミー、オンミー、オンミー。はい、出たデドワン。デドワン、デドワン。はい、ほらね、どこでも勝てるっつったでしょ。いや、まあ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 、さすがですね。余裕だから、このゲーム。はい、というわけでね、早速もう初動ね、制圧したんで、変えていきたいと思います、マイク。さあさあさあ、どんな反応になるか。いや、絶対わかると思うんだよね。はい、ということでね、早速マイクを変えたんでね、おで、これでミュートに、ミュートを解除していきたいと思います。いいですね。いや、マジやるやん。え、な、え、なんか、え、なんか、いきなり声変わりすぎじゃね。やるやん、たまには。たまにはやるやん。なんか、むっちゃさ、むっちゃ音質、なに、なにこと、なんか、黙れ。なんか音質良くなったなって思ったら、なんかこいつ息切り出したんだけど、いきなり。なんだ音質良くなると息切り出す感じなのか、これ。え、やっぱすぐバレたじゃん。いや無理でしょ、こんなんだって。いやでも、このやっぱマイクの音質が良くなると、やっぱりね、あの、自信がつくからね、やっぱり。もったいな、せっかくマイクの音質良くなって、なんかクリアに聞こえたのにさ。なんか、だって聞いてて、聞いてて、俺についてこ、お前ら。え、なんか、え、マイクの音質いいのに声が悪い。マイクの無駄遣いや、こいつ。本当にこのマイクが良すぎて、俺の身分が合ってないんだよね。まあ、そんなこと言うなよ、自信持てよ。
いやな、お前が言ってたね。あ、いいね。でもなんかいきなり、いきなり？いや、いいでしょ、これ。いいね。いや、これね。うん。いいんですよ。語彙力、語彙力なさすぎやろ。まあ、さすがにね、さすがにちょっとあかんかったね、心は、これ。うん。このドッキリはね、あかん。あ、ドッキリしてたのね。うん。これ、デレです。これでデレです。やめてくれる、そのテッテレやめて、その雑なテッテレ、もっとテッテレーの。あ、じゃあ一緒に言えみさん。テッテレやめて、テッテレ。テッテレ。合ってる。ああ、いい感じ。うん。でもなんかだるそうなテッテレだったな。テッテレなんか道具出したみたいな。いやだから、うん、なんかあいつ。やるやん。音質良くなったらやっぱプレイも良くなる。え、うん、音質良くなったらまず自分自身が持てるから、やっぱり声が良くなるから実際に。確かに。クリアにイコール声が良くなるだからね、そうそうそう。そういうことよ、だから結局。まあ確かにね、心なしかちょっとかっこよくなっちゃった、声。え？かっこいいでしょ。いや、心なしかちょっとかっこよくなってるかも。でしょ？まあ、いいマイク使うとね、声に補正がかかるからね、まあ、そうね、声も自信持てるしね。そう格付けしてるからね、いいマイクで。あっと、それ俺、いいマイク使ってるけど、うん、どこにもいません。もうこれカーでしょ。カーメダリオンより、メダリオン。確かに。てってれーって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 もう一回ドッキリ大成功ってしたんかと思った。てってれーってもう一個って、もう一個ドッキリあったって。そんなアホじゃない、そんなアホじゃないか。まあ2段階ドッキリが一番刺さるからね。なるほどね。じゃあ逆に今この声がいい状態から悪くなる。もうグレードダウンはしない。グレードダウンもうこっち覚えちゃったから無理。まあできないね。うん、やっぱいいもん覚えちゃうとね、ダメだよ。うん、こっち最新なんだから、今最新の最高マイク。ああ、はい、倒して。こっち。目の前。めっちゃろ。さんの頭に当たる。あ、こいつメダリオン、こいつメダリオン。おいね。こいつメダリオン。はい。あえた。あ、いいね。あ、おか。ニトロメダリオン、アザス。アンチが逃げてる。なんか上いるよ。痛い。撃って。よ、50。終わった？やばい。追っかけろ。はい。カーチェイス始まります。これいけ。でももう半分 HP。 あ、なんか出てきた。おかえり。おい、出るわ。出てるわ。おい、取んなよ。なんか叫んでるけど、ちょっと結構なんかちゃんとクリアに聞こえるね。それほんと。どう今ノーキャンされたのに。今大パンし見たけど、めっちゃ聞こえなかった。大パン聞こえなかった今。全然わからん。やっぱこのマイクエグいわ。じゃあ普通にゲームやる身からしたらいいけどね、大パン聞こえないわ。まあね、確かに、うん、ちょっとどうする、もう一回やり行く。あいつら、え、そうだよ、だってあいつらメダだよ。そっか。お、いるぞ。ちょ、エグいこいつら。やれ、あと420です。なんか降りてね。それな、いや、ボットだわ。やばい、そろそろ壊れる。降りろ。割れる。割ってる。出たワン。上行ってるよ。おお、当てた。20。出るわ。人の車は寝ちゃいでくんない。
俺だからこれ俺が使ったやつやから、いつそうなんだ、絶対パクリでしょ、うん、いやこのデドアーマーはパクリじゃない、あパクリじゃないんだ、あと何、あと2人、ソロとソロ、ソ、ソロとソロだってことは3対1対1ってことだよねそういうことだね、かっこいいな、なんかかっこいい、うん、え、かっこいいはい、かっこいいです、知ってるだるいな、なんかかっこよくはないけど、ワンブワン、ワンブワンだって、俺やってくるわ、いけんじゃないの、俺やってくるわ、弓三本でさあ、よろしく、対戦よろしく、一応アンチが、はい、はい、まずは上を取りまして、え、こっから、はいはい、はい、はい、かわいそう、はい、あ、どこいる、逃げてる、逃げてないこの人、この方どこいじめでしょ、ただの、あー、なんか変えるらしいよ、場所、はいはいはい、あ、もうここなんだよね、あ、ここなんだよね、いくよー、あ、いやいやいや、いくよー、あ、いやいやいや、ごめん、いやいやいや、あ、ごめん、あ、ごめん、あ、違う、これかかんねんだ、飛ばしちゃったやん、はい、いくよーってちょっと待ってから始める最初優しいのにやってることゴミすぎるでしょ大丈夫、どうしたどうしたどうした、どうした大丈夫かいかわいそうに、あーあー、オーマイガー、ジジー、ジジー、はい、というわけでね、今回のドッキリ EATGX の音質が良すぎてドッキリになりませんでした、ちょっとさすがに違いすぎた、ノイズがもう違いすぎて気づかれちゃった、すぐ、さすが、うん、さすがダイナミックマイク、いや、さすがにね、さすがにすぐ分かったわ、いやね、無理うん、無理、うん、無理でした、普通にどう頑張っても無理、今回ね紹介した EATGX はね、一般的なマイクよりもね、周囲のものをね、周囲のね、余計な音をね、拾いにくい性能なので、家族の声がちょっと入っちゃったりとか、まあ、イヤホンマイクを使ってる方だったり、まあ、あとはね、キーボードの音とか、めちゃめちゃガチャガチャ入っちゃう方も拾いにくいので、ノイズに、困ってる方に、特にね、おすすめできるマイクなんじゃないかなと思います。まあ、気になった方はね、ぜひ、概要欄のね、概要欄に リンク貼ってあるんで、よかったらね、この商品チェックしてみてください。ということでね、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。